こんにちは、マッツーです。今回はこちら、ファーウェイバンド9、こちらをレビューしていきたいと思います。ファーウェイバンド9、ついにね、国内発表されております。私もね、ちょっと先行して、ご提供いただきまして、2週間ほど使わせていただいております。めちゃくちゃ軽い、つけてないぐらい軽くてですね、かなりスリムでおしゃれだっていうのもわかるんじゃないかなと思います。そして電池も長持ちです。こんなにね、ちっちゃくて軽いのに1週間電池持ちますし、睡眠測定も改善されてたりとか、あとは日々の健康ログ、アクティビティログとかもね、普通に取ることもできます。なんといってもこれ価格がめちゃくちゃ手頃なんです。最初のスマートバンド、スマートウォッチとしても使うことができるんじゃないかなと思います。今回はね、発表に先立ちまして、ファーウェイジャパン様より時期ご提供いただきまして、2週間ほど使っておりますので、使って感じたメリット、デメリットをご紹介していきたいなというふうに思います。では行ってましょう。というわけで、今回はファーウェイバンド9、ご紹介していきたいと思います。一応ね、先行で実機をご提供いただいておりますので、一応試作品という形になります。製品版と若干挙動が異なる場合があるかもしれませんので、そこだけご注意いただければなというふうに思います。実際つけてるんですが、かっこいいでしょほう、なかなかいいですよね。スマートバンドってこういう細長いディスプレイを搭載した、ものになっているものが多いんですが、軽くてね、すごい付け心地がいいんですよね。今回はスターリーブラックを、今回ご提供いただいておりますが、スターリーブラック以外の色も合計5色、発売されます。チャームピンク、スターリーブラック、レモンイエロー、あとはブルー、ドーンホワイト、この5色になります。3つね、ピンクとブラック、イエローに関してはどのチャンネルでも発売されるんですが、ブルーに関してはオフラインの限定になりますので、店舗とかでね、買うという形になります。逆にドーンホワイト、これね、ドーンホワイトめちゃくちゃ素敵なんですけど、この白い色ですね、これに関してはオンライン限定になります。はい、なのでオンラインで購入する必要があるという形になります。一応ね、概要欄にファーウェイオンラインストアだったり、アマゾンとかのね、リンクも貼っております。クーポンも概要欄とかに貼ってありますので、ぜひそちらもね、活用してそちらから、買ってみていただければなというふうに思います。かなりね、タッチ感度はすごい、上から下にフリックすると、こういういろいろな設定アイコンとかがね、表示されています。下から上にフリックすると、こういう風に通知が表示されます。今までね、受信した通知とかはこういう風に、表示されたりもします。なかなかいいですよね。はい、左から右がこう天気アプリ、ちょっと今これ設定してないんですけども、右から左はこういう風にね、健康アクティビティとかね、そういうものをいろいろ確認ができるという形になっています。ね、歩数とかもこういう風に、はい、気軽にこういう風に見ることができます。今日はちょっと雨なので、収録日雨なのでちょっとあれなんですけど、はい、ボタンは一つここについております。はい、ボタンついておりますので、ホーム画面からボタンをポチッと押してあげると、こういう風にワークアウトとかのね、こういうメニューが出てくるという形になります。ね、ワークアウトはメニューするときありますが、それ以外だと大体この右左で完結できますね。右か上かね、これで大体完結ができるなという感じがします。はい、このバンドとにかく軽いんですよ。はい、ちょっと測ってみると、ベルトをつけた状態で 29g、 軽いでしょ、軽いんですよ、 29g ですよ。で、ベルトを取ってあげると 14g、 ベルト取って 14g ってすごいよね本当に。はい、というところで、めちゃくちゃ軽いのがわかると思います。はい、そしてね、ディスプレイは 1.47 インチの、AMOLED ディスプレイ、有機 EL ですね。少し曲面のカバーになっていまして、画面占有率 65% という形になっています。で、この厚さが 8.99mm、幅が 47mm という形に。一応バンド自体はですね、着脱が可能です。先ほども撮りましたが、着脱がここにね、後ろにボタンがあるので、これをポチッと押しながらね、クッてやると簡単に取ることができます。このバンド自体はファーウェイバンド8と仕様は同じというところで、着脱で付け替えとかも、できます。で、ファーウェイバンド9用のこのベルト、はい、を購入することもできるという形になります。今回ご提供いただいているブラック含めてね、ブルー以外では基本的にこの、高品質のフローロエラストマーというものをね、使用したベルトになっているというところで、本当にね、これ蒸れないですしね、蒸れないし軽いし快適なんですよね。なので、これなかなかいい素材ですね。ブルーにはね、ナイロンのスポーツベルトがついているよという形になりますので、はい、そこだけね、ご注意ください。あれも、これもこれでめちゃくちゃかっこよさそうですよね。
今ね、やってるのはクラッシュってやつですね。これ、カラバリの方ではドンホワイトのね、やつにプリセットされたやつなんですが、かっこよくて、これを今つけています。で、これ以外にもですね、こういう風にね、こういういろいろなスポーティーだったりとかね、クワイエットマウンテン、ギャラリーと、これ写真とかをね、セッティングすることもできたりもしますし、ヘルストラック、ね、健康に気を使いたい方は、こういうのとか、あとはスーパーウォッチみたいな感じでいろいろなものもあります。ファーウェイヘルスケアアプリを使うんですが、ファーウェイヘルスケアアプリの中で、こう文字盤をダウンロードしたりとかね、して、つけるっていうこともできるので、お気に入りの文字盤をね、つけることができます。以前ご紹介したスタイル文字盤、自分のね、服とかに合わせて、服の柄に合わせて、文字盤の色を変えるとか、そういうこともできたりするので、はい、それもね、ぜひ使ってみていただければな、というふうに思います。そしてね、ファーウェイバンド9なんですけれども、いろいろな進化を遂げております。ね、進化ちょっとご紹介していきたいな、というふうに思います。まずは睡眠です。睡眠はですね、この時計の中でもね、こう右側にこうフリックしてあげると、まあ、ここにもね、こういうふうに、出てきたりとか、隣の隣ですね。はい。これですね。こういうような形で、まあ、睡眠をね、測定して、どれぐらいいい睡眠だったかっていうのをね、表示するということができます。ファーウェイトゥルースリープ 4.0 というものが今回搭載されておりまして、4.0 にね、アップデートされております。高精度なね、睡眠モニタリングをしてくれるというところで、入眠と目が覚めた回数の識別精度が大きく向上しているということなんですね。ファーウェイバンド9の中でもね、こうフリックしてあげることで、どういうような睡眠をとっているのかとかね。あとは睡眠のバイタルデータ。呼吸数とか心拍数、血中酸素、こういうような睡眠時のバイタル測定も追加されているよという形になります。あとはね、昼寝だったり、スリープモードとかいろいろもありますが、スリープモードに関しては、睡眠状態になったら自動的にスリープモードになるというモードが入っているので、これもね、通知が寝てる間に来ないっていうのもね、安心だったりもするかなというふうに思います。はい、これね、ファーウェイヘルスケアアプリの中でもこういう風に睡眠のデータを確認することができます。今ね、左側に出しているのがこのファーウェイヘルスケアのね、睡眠のところですね。睡眠って結構こう、睡眠時間でね、みんな考えること多いんですが、睡眠時間だけじゃなくて、どういう風な睡眠の状態だったかっていうところもね、的確にこう見ることができます。その中で改善した方がいいっていう点をね、アプリがアドバイスしてくれます。昨晩は、うちですね、私事ながらですね、子供が生まれまして、はい。子供にミルクをやる当番をしていたので、昨日の夜は結構起きてました。はい。っていうところで、ね、起きているところ、こういう風に。はい。このちょうどこれ授乳してる時間ですね。だいたい40何分も授乳したかよくは覚えてないんですが、まあ2、30分ぐらい。ここの時間もまあ2、30分ぐらいですよね。こういう風に授乳をしている時間はちゃんと目が覚めているっていう風にね、判定されています。で、この下にはですね、今日の睡眠が何点だったかっていうのがね、表示されてますが、これは69点で書いてますね。はい。あんまり良くないですね。で、その中で、特に何がダメだったかっていうのがね、こういう風にハイライト表示されるんですが、目が覚めた回数3回って書いて高いって書いてある。授乳当番とかもするので、そういう意味では、目が覚めます。2時間から3時間に1回ね、ミルクをあげなきゃいけないので、子供の泣き声が、したら起きるという形になるので、どうしてもね、こう上がっちゃうんですが、だから、ちゃんと正しく測定できてますよね。はい。っていう形になります。であとはですね、分析と提案というところで、まあ、昨晩の睡眠の質はあまり良くありませんでした。3回目が覚めました。これは平均を上回っています。みたいな感じでね、これ絶対改善した方がいいよっていうところをね、こういう風に分析と提案をしてくれるというところでございます。なので、ちゃんと寝ましょうってことですね。で、こういう風に何が悪かったか、要は寝てる横になってる時間はね、これ書いてありますが、昨夜は7時間46分横になっていましたが、146分目が覚めていました。というところで、結構横になってる時間長かったんだけど、結局目覚めてますよとかね、寝始め入眠時間とこう起きた時間からこう睡眠時間っていう普通に見ると思うんですが、それだけじゃなくて、どれが睡眠の質を低下させてるかっていうところをね、ちゃんとこう測ってくれるっていうのはなかなか面白いですよね。これはなかなか参考になると思います。で、新生活4月に入りまして、ね、まだ寝れてるかもしれないけど、これから多分仕事が忙しくて寝れなくなるみたいな、新社会人の方とかもね、ぜひね、こういうのを使って、ね、で、睡眠ほんと大事ですので、体壊さないようにしていただければなと思います。で、あとはですね、こう真ん中のところに、
睡眠中呼吸乱れ検知っていうのがあります。こういう風に睡眠中呼吸乱れ検知っていうのがあって、寝てる間に呼吸が乱れたりとかしたら、検知をしてくれるというものがあります。私基本的に正常なんですけど、なんか一回だけなんかエラーなのか分かんないですね、重度が一回だけ出ちゃったんですが、それ以外は基本正常だったんですけどね。はい、こんな感じです。だから正常じゃないのがこう何回か連続して出たりとかする場合にはちょっとお医者さんに行った方が良かったりもするのかなというふうにも思いますのでね、注意していただければなというふうに思います。はい、その他にもね、あとは週の平均、月の平均とかもね見れたりするので、ぜひね参考にしてみてください。今回ね、血中酸素だったり心拍数の測定はトゥルーシン 5.5 というものが、はい、今回搭載されているというところで、ソフト、ハードともにね、高精度にさらに進化しているよというところ、あとは運動中もね精度が向上しているよという形になります。血中酸素はね、自動測定に24時間自動測定に対応しております。こういう風にね週とか月とかもね、見ることができたりもします。心拍数もですね、こういう風に日ごとに見ることもできますし、あとはですね、週ごと7日間の安静時心拍数とかね、の平均、こういう風に変化曲線を表す曲線とかっていうのもね、こういう風に表示されるよという形になっております。ここら辺のね、精度がかなり、トゥルーシン 5.5 への進化というところで、かなり正確になっているよというところです。あとはね、ストレス。はい。ストレスも今回24時間、モニタリングができるようになっております。1日の中でも波があると思うんですが、こういう風なストレスの測定だったりとか、週平均、月平均みたいな、はい、こういうようなものもできるという形になります。座りっぱなしとかだったらリマインダーもらえたりとかね、そういうのもあったりもします。今回私男なのでやってないんですが、女性の生理周期の管理に関しても、表示の回路で見やすくなっております。あとはね、直近の周期とか今後の予測とかそういうのも表示されるというところで、こういう風にね、女性の生理周期とかもね腕時計で管理したいって方はなかなかいいんじゃないかなというふうに思います。今言ってたね、心拍数だったり血中酸素もね、このちょっと鮮やかな色ですね。これ今 99% 書いてあるんですね。これが血中酸素ですね。で、この46って書いて、これはストレスですね。はい、ストレスもこういう風に。これタップしたらこういう風にね、表示されたりもします。これ手首でも結構、わかるようにね、見ることができます。バイタルデータの測定になってますね。こいつのパネルの右側にはアクティビティのゾーンがあります。例えば、歩数とかね。はい。今日はどれぐらい歩いてますよ。そんなに歩いて、今日はね、雨なのであんまり外で出れなくてね、歩いてないんですが。とか、あとはこれです。これ今回これ結構変わってるのでご注意ください。リングが、表示が刷新されております。今までは、こういう歩数が一つのね、バロメーターになっていたんですが、より、日々のニーズに合わせるようにというところも込めてですね、これ一番外側の赤いのは、カロリーになっています。消費カロリーです。一番外側は消費カロリー。真ん中の黄色いのが運動時間です。なんで、私今日は1分しか運動しません。切ない。一番中央の青いリングですね、これはスタンドです。ただ1時間に1回経ったら1カウントみたいな感じですね。はい、ということで、要は運動時間とスタンドに関してはまあより分かりやすいですね。で、消費カロリーもどちらかというとこう歩数よりもね、体燃やす方が大事だと思うので、より分かりやすいリングになったというのが、改善点なのかなというふうに思います。そして、ワークアウトなんですが、ワークアウトもね、この手首で、計測することもできます。ワークアウトもね、こういう風にランニングだったり、ウォーキングとかね、サイクリング、プール、水泳、縄跳び、まあいろいろなものがあったりします。もう私はもう結構、ウォーキングで測ることが多かったりするので、ウォーキングなんですが、例えばね、最近2回が見れるんですかね。最近2回が見れて、例えばこのウォーキングの場合だと、こういう風に結果が表示されますね。2キロ歩きました。40分ぐらいです。消費カロリーだったりとかね、平均速度とかこういうのを見ることができたりもします。ファーウェイヘルスケアアプリの中でもこの運動記録っていうところでね、表示することができます。例えばこういうような形で、例えばさっきのね 2.04 キロだったらこういう風に、詳細だったりチャートですね、こういう風に心拍数だったり、有酸素運動とかあるかとかね、そういうところまで、まあ、この回は、脂肪燃焼とウォームアップしかなかったんですけど、ウォーキングなので、ね、まあしょうがないのかなと思いますが、あと回復心拍数も測定で、回復心拍数って運動した後のね、終了後の心拍数を測定するというのもあったりします。あとはペースだったりケイデンスというのもね、測定ができます。スマホとリンクしてね、スマホのファーウェイヘルスケアアプリと接続してログを取ることでですね、GPS ログも取ることができます。例えばこういうような形で、これで渋谷から原宿の
表参道の方まで歩いた時の経路なんですけれども、こういう風にどれぐらい歩いてますよっていうのがわかります。この時のこのね、ペースだったりチャットっていうところをね、見ることもできますし、これダイナミック追跡というのは結構面白くて、まあ、こういう風にね、こういう風に歩いているところをこういう風に、まあ、これ GPS のログなんで若干のね、乱れがあったりはするんですけど、まあ、スマホのね、GPS なんですけどね。はい。まあ、こういう風に見ることができるということですね。なかなかこれ面白いですよね。うん。いう感じです。ちょっとここら辺はちょっとビルの中だったので、ぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、はい。こういうような形です。あとね、ワークアウトなんですが、100種類対応。で、特に、ウォーキングとランニングのワークアウトは、自動識別機能にも対応しているということなんですよね。はい。その他ですね、水泳に関しては、新開発の Q チックセンサーと、あと画期的なアルゴリズムにより、4つのストロークを高精度に識別されるということです。で、リアルタイムでね、心拍数とか、ストローク数とかね、モニタリングしてくれるということですので、水泳のユーザーにも、おすすめかなという感じはします。あとはね、通知に関しては下から上にクッてこうフリックしていただければね、こういう風に、まあ、いろいろな通知を見ることができます。タップをしていただくと、こういう風にね、はい、タップして見ることができます。こういう風に見ていただくと、もう結構ね、見やすいですよね。ちょっと縦長なので、開業の回数は増えますが、かなり、フォントとしても見やすいかなという風に思います。あとはね、電話とかかかってきたとき、さすがに電話かかってきたときは、電話受けることはできないんですけれども、ある程度の振動もあるので、なんだっていうのは、気づきやすいかなと思います。LINE の電話をね、ちょっとかけてみたいと思います。はい。LINE の電話だとこういう形になります。最初は LINE がついたんですが、その後は不明な番号って表示されますね。まあでもずっと、メイドし続けるので、これは電話だなっていうのはわかるかなと思います。はい。切られたら LINE のね、不在着信で、こういう風に出てくるという形です。あとはですね、このファーウェイバンド9、どんだけ電池持ち持つのっていうところをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ファーウェイバンド9の実際の電池持ちをね、測定しております。2つの例をご紹介するんですが、1つ目はですね、こちら、画面を常時光らせる表示に関してはオフにしています。手首検出はデフォルトの状態なのでオンになっています。はい。というところで、あとはね、睡眠検出とかももちろんオンにして、測定したところ、こんな感じです。ファーウェイバンド9、ほとんどね、なんか、運動とかしてもね、ガッと減ったりとかするってことがほぼなくてですね、GPS とかはもうスマホに委ねてるってのもあると思うんですが、それで、結局、測定終わったのが、9.1 日という形になります。フル充電から、9日持つっていうところです。で、交渉では、通常は8日から9日、で、最長が14日と言っているので、まあ、もうちょっとね、こう、例えば手首検出とかオフにしたりとかするともうちょっと伸びるかもしれないんですが、はい、通常の使い方でも1週間は普通に持ちます。素晴らしくないですか、これ。ジカッとちょっと充電するぐらいで、それ以外はもうずっとつけっぱなしでもいい。まあ、お風呂ぐらいの時にまあ充電するぐらいがちょうどいいのかなとは思うんですけども、充電し忘れてもですね、1週間全然普通に使えるというところで、なかなかいいですね。あとはですね、常時表示をオンにした場合なので、画面は基本的につけっぱなし。一応、オールウェイズオンディスプレイをオンにしているので、簡易表示のような形にはなりますね。で、画面をフッてこう、手首検出でフッてやると、通常の画面が出てくるという形で。それで、測定をしてあげるとこんな感じになります。ファーウェイバンド9は 4.21、だいたい持っております。101時間持っております。これでもだいたい 4.2 日なので、交渉では3日程度というふうに言われているので、測量も1日ぐらい伸びている。電池持ち 10% になってからの、半日間が結構長かったのが驚きだったんですけれども、はい、こんな感じで、結構持ってくれているのが驚きだったなという感じもします。なので、要は、ずっともう手首クッてやりたくない。これしたくないっていう人も、ある程度はね、Always On の表示でも普通に見ることができるので、これなかなかいいなという感じですね。一応、Always On ディスプレイ、ね、常時表示の画面っていうのがね、今これが常時表示の画面だったりするんですが、例えばクラッシーのこの文字盤の場合はほとんど変わらないです。ちょっと暗くなるぐらい。うん、あとは、この、黒いところが光ってないので、まあ、ちょっと暗いかなって思うぐらいです。で、これプッて押してあげると、ちょっと光ります。こういう形、これぐらいの差です。
他のやつだったら例えばこれですね。例えばこの画面だったらこういう風な形で、まあ塗りつぶしがねかなり薄れているような形になりますよね。こういうような形でまあちょっと変わったりはすることはあるかなっていう感じです。はい、というわけで今回はこちらファーウェイバンド9をレビューしていきました。デザインはね本当にねおしゃれですよね。今回これはブラックだったりするんですけど、ホワイトのカラーとかめちゃくちゃこれ素敵だなとか思ったりもするんですよ。で、しかもね、軽くてつけてないような感覚だったりもするので、なかなかいいなと思います。睡眠の測定精度も向上したり、まあ、運動だったり健康ログもね、手軽に測定することができます。まあ、バッテリー持ちもね、かなり1週間以上と長持ちすることができるので、まあ、今まで普通の時計使ってた方でも、ストレスなく始められるかなと思います。昔ながらの普通の腕時計がいいっていう方も、例えば、右腕にちょっとこいつをね、つけてみる。軽いので全然、負担にならないので健康ログを取るというついでに始めてみるというのもありなんじゃないかなというふうに思います。あとはね価格も安いので1万円切りますから、確実にこう手首で通知を受けたいという方にも最適かなというふうにも思います。ぜひねこのスマートバンドで健康への第一歩を踏み出していただければなというふうに思います。ファーウェイバンド9購入されたい方は概要欄にリンクありますので、そちらで、ね、購入いただければと思います。クーポンもいただいております。ファーウェイの公式サイトで使える500円の割引クーポンがありますので、ぜひそちらもね使ってみていただければというふうに思います。クーポンはね5月31日いっぱいまでという形になります。他の割引レジ割とかプレゼント特典とかとも併用することできますので、ぜひクーポンもね入力してお得に、買ってみていただければなというふうに思います。というわけでこの動画参考になった方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。ファーウェイウォッチシリーズもこのチャンネルではたくさんレビューをしておりますので、ぜひそちらも参考にしてみていただければと思います。スマホやパソコンなどもいろいろレビューしております。ぜひね新しいスマホを買いたいという方もね、松塚チャンネルをチェックしてみていただければというふうに思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ、ありがとうございました。さようなら。